はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はタイトル通りエレナについて解説していこうかなと、解説というよりお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあなんぞや、何かあったんかエレナにっていう方あると思うんですが、こちらの画像をまずご覧ください。ポンと上げております。エレナ星読んでライダー、何って思う方いると思うんですが、FGO ではなく FGO アーケードの方でエレナが実装されると。で、かつ配布サーバントなのかな、そうだね、配布サーバントっぽいね、で実装されるっていう意外なことが起こりました。意外、俺にとってはって感じだったよね。そのまあ理由としてなんですが、まあアーケードの方って基本 FGO であったイベントをなんかポン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 やっていくんだろうなとか思ってたら、まさかの新しいイベントでふいってね、エレナを出してきたっていうのでめっちゃビビった。しかもめちゃくちゃ可愛いからってなってる。その自分がすごいあるんだよな。なんかめっちゃ可愛いじゃんエレナ、すごいいいな、FGO に実装されないのかな、アーケードだけマジかーみたいな。で、一瞬ね、まあエレナのためだけにアーケードにちょっと走ろうかなって思ったんですが、考えた末やめました。はい。まあ理由としてわかると思うんですが、アーケードってまあ確かに今だったら結構ポンってできる感じはするけど、お金がぶっ飛ぶという意味でね、ちょっと今悩んでおります。多分行かないだろうね。で、まあエレナが実装されたということで、まあエレナの宝具演出とかそこら辺に関しては多分公式の方か、もしくは YouTube とかでググったら、出ると思うんで、まあそちら、見てもらえればいいかなと思います。宝具演出めちゃくちゃ可愛かったです。宝具すごい好きだった。で、個人的に思ってるのが、 FGO に逆輸入されるか、これがすごい気になる点なんだよね。一応レオナルド・ダ・ヴィンチのリリーに関しては、まあ向こうが先行実装ということで、まあ逆輸入というよりまあ輸入されてきたんですが、エレナのクリスマスに関しては正直なところ全くもってもう情報がないところからアーケードの方にポンって出てきたんで、どうなんだろうなっていう、個人的になんか来年ぐらいで実装してくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけれども、どうなんだろうね。で、まあクラス的に見た時にライダーで配布しているということで、まあ仮にライダーで配布されるとしたら、ああライダーがまた魔境になるんだろうなとか思いつつ、まあ結構気になる点ではあるというか、正直早く逆輸入してほしいっていうのがあったりするね。あと、あのロリおばあちゃんということもあって割と来てほしい。で、まあ宝具演出とかを見た時にめっちゃ可愛いじゃんっていうのがあったりしたから、もう可愛さという意味で早く実装してほしいなっていうのがあったりするね。で、今後もしね、仮にまあ、クリスマスのエレナが FGO 本家に実装されなかったとして、アーケードで実装されるサーバントがいくらかいる可能性があるんじゃないか。これもちょっと怖いんだよね。まあ仮にまあアーケードの方で自分が結構好みのキャラが来て FGO に実装されないっていう可能性もあったりする。そう考えたらお金結構飛ぶよな。ただアーケードだしな、わざわざ行くのめんどくさいしな、お金溶けるしなっていうのも分かってたりするんで、結構迷ってるんだよね。まあ確かに FGO のガチャ1万溶かす方が圧倒的に早いんだけど、アーケードをするよりはね。ただちょっとこれに関しては今後どうなっていくのかなっていうのが今後気になったりする点かなと個人的に思っております。ということで、本当にエレナのサンタを FGO 本家に実装してください、お願いします。ということで、まあ短い動画だったんですが、グダグダと喋ってきました。今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくれた皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.